はい、皆さんこんにちは、ワンダリガルビジです。では今回は信長の野望天下統制、パブキッド続きをプレイしていきたいと思います。で、ちょっと今日本地図出してますけども、前回プレイした後少しだけ先に進めてまして、まず中国地方をですね、ご覧の通りほぼ完全に掌握しました。まずですね、浦上家を攻略していましたというところだったと思うんですが、これを滅ぼして、その後ですね、実は尼子県が毛利家を滅ぼしたので、旧毛利領を含む尼子家の領地もこれを接収を完了しました。なので今回はもういよいよ大友家との決戦に入っていこうかというところで、軍備をね、整えていきたいと思います。まずは、兵糧とかが入っていないところがあれば、兵糧等々を入れていきたいなというところですかね。まあ、髪型は、ほぼほぼ、合戦が起きていないので、兵糧も余ってるところが多いんじゃないかなと思うんですが、合戦になるとね、今度はその城主クラスが出陣するっていうことになるので、城主を重視した配属に変えています。で、あと滅ぼしていく過程で、優秀な武将もね、数多くゲットできているので、まずですね、最前線ここには大谷義継を入れてます。これ新規雇い入れですね。で、山吹城には、勝ます。入れましたと。で、あとは、鈴木重秀。これかなり強いんで、これも城主に抜擢。で、吉田郡山城には浮田直家を入れています。で、合算戸田城。ここには勝家。ちょっと待って、岡山城がちょっと微妙だな。岡山城の配属見とく？岡山城が、あ、そうか。岡山城が、ちょっと武将を入れ直した方がいいな。で、他のところの拠点も、かなり優秀な武将、特に前線は入れているんですが、あとは秀吉のところにですね、石田三成も入っています。今画面映してますけどね。じゃあ、どうしようかな。ちょっと思い切った人事になりますけど、神戸を入れましょう。官兵衛もね、統率力かなり高いんで、城主に抜擢した上で決定します。これでいこう。んで、あとは、豊あたりをちょっと見ときますか。えけ、照本。このあたりかな。あとは、又兵衛か。まあ、信長とかはできれば使いたくないので、お、又兵衛が。雇いましたね。武将はね、本当にいくらいても困らない。英傑もこのまま雇っちゃいましょう。これで一通り全員雇いましたね。で、今回特に見ておきたいのが、最前線の拠点なんで、武将、決戦だと12の城から、城主クラス、というか、まあ、城主ですね。城主が出陣していくので、まあ、城主もしっかりと強い武将で固めておくというのが、まあ、一番重要なポイントにはなってくるので、優秀な武将はね、この際一気に城主に格上げをしています。よし、戦いには備えられそうだな。では一気に決戦に挑みましょう。
ちょっと待ってくださいね。これもしかしたら、敗戦する可能性があるので、ちょっとセーブをね、すいません、させてください。リベンジができるように。そうそうとあるメンバーで、ね、こうやって見てみても。一徹が出てくるんだ。ちょっと待ってね。まあ、成政もね、決して弱い武将ではないんですけど、勝家のところにはあれがいないんだな。大谷義嗣のところも武将が。兵士数がちょっといないって感じなんだな。さあ、ちょっと未だかつてない規模の合戦になりそうなので、まずはちょっと様子見だよな。主力を右翼へと集めましょう。信長の本陣も前へと出します。ちょっと待ってね。そうしてる間に敵が、出てきたので、これを一部の兵を使って撃破しちゃいましょう。まあ、本陣は開けたくないので、本陣の守りも一部残しておきます。ごった煮状態の中、敵を削っておきましょう。よし。鉄だけちょっと本陣に残して、秀吉を含めて主力を今度は左翼へと振っていく。目と鼻の先ですね。
半兵衛がいればね、挑発とかをぶっかましていくというのも手なんですけど。お、主力が動き出したな。そしたら一旦下がろう。下がっていくよね。ここはもう本当に微妙な押し合いへし合いだな。よし、かかれ。ここで勝負どころだ。総林がどこにいる？敵の大将はどこにいる？戦ってるな。どっかにいる。逃がすな。ここにいるな。これはただ総林の部隊は撃破には至らないか。どうだ。よし、思いのかあっさり総林の部隊撃破できたで。いや、なんかあっさり総林を大友家食い切っちゃったな。そうすると実はちょっとその大友家の撃破を持って、この合戦を終わらす、この天下総裁を終わりにしようかなと思ってたんですけど、ちょっとこういう展開になるんだったら武田家とも一戦交えてから、終了と、そういう風にしましょうか。じゃあまず人事系のところですけど、基本的にはもう九州地方は任せちゃいましょう。で、信玄がまだね存命中の武田家、これと一戦交えて、今回のね天下総勢じゃあ終わりにしていきましょうか。本当にそうそうたる面々と言っていいと思う、その武田家、これとねガチンコで殴り合うことになると思うんで、それはそれですごく楽しみですよね。では信長はじめ主力隊を ことごとく前線に戻しましょう。まあ、ここに来てで、よもや反乱が起きる、鹿之助もこちらに入ってます。で、秀長に上司は任せちゃ、ああ、重秀が怒ったか。まあ、そりゃそうだよな。ここもね、正隆に任せると、古参武将が、なんでだいと言って怒り出すんで、ちょっとここは古参武将はそのまま、前線の指揮官を任せましょう。勝家なんかもね、もう本当に頑張ってくれましたからね。まあ、成政なんかは全然このまま前線の指揮官を任せてもいいぐらいなんですけど、あとは秀吉、ああ、数正ぐらいはじゃあ残しとくよ、中国地方に。万々が一のための。まあ、勝家自身は、ああ、数正自身はね、ちょっとあんまり当てにならないですけど、逃げ出したんで。よし、これでいこう。もう本当に、今回の、信長の野望も、
すごく長丁場になってしまったんで、本当にお付き合いいただいた方ね、ありがとうございますというところなんですけど。ちょっと待って、武田軍の駿府館に援軍を送りますかってどういうこと。いや、援軍送ってもいいんだけどさ、もちろん。お、出奔した武将がいっぱいいるな、この織田家に出奔するとは。そうだよね、武田とは確かになんか結んだもんね、昔。そうなるとここまで来たらもう手切れだな。まずは手切れ。まあそれは怒るよね。まあただ怒らせた上で基礎を復しましょう。ここに攻め込みましょうと思ったけど、その前にあれを整えなきゃいけないね、装備をね。前線に送り込んでいた装備類を全て召し上げましょう。いや、大友宗麟あそこで捕らえられたというのが本当に大きかったよな。さあ、勝家がどこに入ってる？勝家ここだな。勝家のいるところには軍馬を まとまった数出してあげたいんで、ちょっと軍馬あさりをしましょうと思ったけど、やっぱり安土から軍馬出してあげるしかないね。よし、これで出陣だ。一徹は槍に変えて、左近も槍。お、信玄は出てこないが、まあでもそうそうたる面々ですね。正影、馬場信春、信繁、行隆、あとは真田正幸。しかも、みんな騎馬。騎馬となると動きが早いんで、ちょっと注意が必要かな。主力部隊を前線へと進めましょう。信長の本体も前へと出します。数や武将の質、量ではもう本当に差がない。お任せくだされ。まずは突出してきた部隊を括弧撃破して、敵の兵質戦力を削っておきましょう。
放出した部隊に対してさらに敵が動いてくるようであれば、よし、そしたら本陣の救援に向かいましょう。忙しいな、右へ左へと。よし、雪高の部隊完全に囲んだんで、これは圧することできますね。このまま敵なんでこんなに格好撃破されにかかってくるのかよくわかんないけど、よし、このまま一気に敵の本陣を落とすか。さてと、この城を取ろう。まずはいつものように焼き打ちでもかけておきたいんですが、敵が騎馬隊が2、真田幸高正幸に正影信春という陣容か。そうそう簡単じゃないな。まずは、2倍以上の兵力があるので、一旦力攻めにしてみますか。本当はね、敵をおびき出したいんですけど。出てきたな。
どうしようかな。まあ、登用していく。ダメなら処刑。というような形でね、まあ、この後は武田との交渉を多分進めていくということになると思うんですが、もう周囲はね、消したのかなというふうに思いますので、今回の信長の野望、天下創生ですね、こちらに関しては一旦じゃあここで、終わりにさせていただきたいなというふうに思います。まあ、最後島津に城を一つ奪われてはいますが、まあ本当にね、信長の野望シリーズはこれまでずっとやってきていて、まあ、この後も信長の野望は継続してプレイをしていく予定です。天下創生は、まあ、一旦、まあ、ここまでということにさせていただくんですけども、11月確か29日とか、まあ、11月の後半だったと思うんですけども、信長の野望の最新作大使の、パワーアップキットが発売される予定になってたかなと思いますので、まあ、それも出てきますし、あとは信長の野望シリーズでいうと革新をまだプレイを、この実況の中ではやっていないかなと思いますので、信長の野望革新をプレイしていこうかなというふうに思っています。で、あと天道、創造、このあたりはね、この実況チャンネルの中でもプレイをしてきましたので、あと革新をね、プレイしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんその様子もね、楽しみに、また応援していただければ嬉しいなというふうに思います。では、信長の野望天下創生、ここで終わりにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。